ハモニング。今日は珍しく休日にみんなが集まったのでイケアに行ってきます。きっかけは数日前、このままだと二度寝してしまうと家を飛び出てノープランでレストランに入ったんだ。そしたら圧倒的既視感のメニューが出てきて、北欧の家庭料理の鉄板なんだろうけど、私の中ではイケアだが先に出た。やっぱりミートボールにはベリーソースが添えられているんだ。あれ、イケアのミートボールってどんな味だっけと気になって気になって夜しか眠れなくなり、急遽妹とギャルミちゃんを招集しました。運転免許がないとたどり着けない場所、それがイケア。そりゃ家具買う前提だから、私のように居酒屋利用では普通考えないか。あんた背中の猫の毛やばいよ。あんたんち行くとこうなるんだよ。コロコロ売ってるよ。素晴らしい。いやいや、それでやるなよ。ちなみに妹は人生初のイケア飯なんだって。緊張しすぎて同じく夜しか眠れなかったみたい。イケアってデザートから最初に選ぶ感じじゃん。珍しいね。姉ちゃんらしく知ったかぶりを披露しておきます。チャール、どうしよう、本当に何にしよう。優柔不断が発動されてパニックになっていると、妹が全部頼めばいいじゃんとあっけなく解決してくれました。日々ミスドのレーンに並んで優柔不断を直す特訓してるけど、いざとなるとあたふたしてしまうの一向に治らない。この子を出迎えします。悩むじゃん、うちに迎える子なんだから。顔がみんな違うんで。あ、シナモンロール美味しそう。スターバーじゃん、めっちゃおしゃん。グミ、キュレグミじゃん。ハッピーキャッツ。え、すごくない？これガーリックソース出てるの。え、ほんとだ。これで自宅でも食べれるじゃん。ドリンクバー190円。サイゼを下回ってる。これは事件。100円のホットドッグと50円のソフトクリーム加えたら、イケアで1日過ごせる自信がある。今の高校生って、放課後にイケア行ったりするのかな？ちなみに私は高校13年生なので、大人の麦ジュース飲みます。おしー！一杯290円は、ほんとに沼。歯止め効かなくなる。この黄金色の海を泳ぐのにふさわしいのは、さっきまで泳いでいたであろうサーモンマリネ。大好きなの、本当に。口の中に入れた瞬間、一目惚れの味が広がる。まるで水槽越しでロミオとジュリエットが恋に落ちたように、私の胃袋もサーモンに恋に落ちた。ソースめっちゃうまいんだけど、家の庭にめっちゃ似てるのがいっぱいなってるんですよ。食べれるんかな。続けてフィッシュ&チップス。こちらは初めて食べる一皿。ザクッとかじって見た目と味の矛盾に驚く。揚げ物なのにヘルシーに感じてしまう幸せなお菓子さ。ポテトはしっかりとポテトしているんだけど、魚のフライは胃もたれの胃の文字すら出てこないくらいさっぱりしてる。タルタルソースをグラス1杯分くらい摂取しても許されそうなほど健康的な味。やっぱ揚げてる魚が一番うまいよ。ちゃんと調べてみるとプラントベースと書いてあって、魚を使っていないんだって。すっかり騙された姉妹でした。お目当てのスウェーデンミートボールとローストビーフ、ベリージャムをたっぷりつけていただきます。スウェーデンの実家のお母さんの味を思い出す。健康に気を使ってちょっと薄味な家庭料理、ありもしない記憶が勝手に生み出されていく。よく学生の頃お弁当に入っていたトロッとケチャップソースがかかったミートボールとは違って、肉がもっと密度濃い時間を過ごしてる。そしてベリージャムがお肉と相性抜群なので、今度から焼肉のタレにベリージャム追加してみようかな。なんでミートボールしか食べてないんだよ。野菜も食え。グリーンピースはね、苦手、錠剤なんです。これ飲み込まないといけない。窒息死する。しないよ。美味しいよ。野菜食べて偉いねと言ってもらえるように、好物のトマトをひょいパクしたらバチが当たりました。ミニトマトがこの間にめっちゃ染みて染みそう。ローストビーフもいただきます。相変わらず柔肌。年をいくつ重ねても赤ちゃん肌の足立由美のような食感。この前は食べ放題で無我夢中になって食べたけど、こうして一皿と向き合う方が一枚一枚の肉とじっくり対話することができる。改めて本当に柔らかい。前歯だけでも食べきることができそう。肉の柔軟剤なしでこんなに柔らかく、どうやったらできるんだろう。牛の個体値の問題。いや、こんな柔らかいローストビーフ初めて食べたわ。肉は瞬く間に消えていくのに永遠になくならないマッシュポテト。スウェーデンの主食はジャガイモだから米の代わりについてくるんだとか。このソースだけで飲める。ソースもかかっているので卵かけご飯的な立ち位置なんだろうか。サビーフのうまいところギュッとまとめたようなソースの味してるんですよ、本当に。不思議と食べれば食べるほどお腹の中で芋が増殖している気がする。静まれ、静まりたまえ。なんで米の単品がないんですか。一旦喉をスーッと通りやすいカレーを挟んでおこう。こんなにたっぷり入っているのに390円、サンキューすぎる。野菜がゴロゴロ入っているので実質サラダ代わり。結構辛い。なんかね、食べた瞬間は子供向けの甘い感じがするんだよ。野菜の甘みが入ってるから。この後味だいぶ辛いね。舐めてた。甘いと思った頃にはもう辛い。子供が大人になるまでの過程を味わっているかのよう。私にはまだ早すぎる味なので妹に譲ってみようと思います。これね、めっちゃ甘口なんです。
甘口やん。はい。ありがてえ。ビーガンメニューなんで。甘口ではないじゃん。最低。全然辛いの消えないんだけど。全然辛くないけど、二人ともおかしいんじゃない？辛いよね。激辛だよ。坂村一家は辛さ耐性がないみたい。お父さん見習って、暴君ハバネロ毎日一袋食べて強化していくしかないのかな。口の中潤ったので、ひよこ鑑定士して選んだひよこパンをパクリ。ちょっと乾燥肌なので、すかさずビールの化粧水で潤してあげましょう。やっぱ親子丼の方はうめえな。続けてシナモンロール。ちぎり感までスタバに似てる。ちゃんと染み込んでる。みんな違ってみんないい。デザートはお抹茶フェアしていたので濃厚抹茶ティラミス。こういう抹茶って甘いだけかと思いきやしっかりほろ苦い。叶わなかった恋の味もきっとこれくらい苦くて甘い。たまんねえ。ワーストに選ばれていたベリーベリーチーズケーキを食べる手がうまいうまいと止まらない妹。こんなに美味しいのに苦手な人がいるって初めて知った。みんなから好かれようと思うから辛くなるだけで、好きって言ってくれる人を大切にしておこうと思わされる味でした。エルダーフラワー、 RPG ゲームに出てきそうな名前だよ。うますぎて一気に飲み干しちゃう。ごちそうさまでした。イケアって迷宮すぎない？不思議なダンジョンすぎる。うちのソファーもまだ買って1年なのにこんなにボロボロだし、なんかいいのないかなと探索中。迷ってる間にあれもこれもと予定になかった買うものリストが増えていく。組み立て家具だけは一人だと永遠に粗大ゴミになってしまうので買う勇気が出ない。お目当てのイケアハットとぬいぐるみ用だけど猫様も使えるベッドは売ってなかった。猫ベッドは秋にリニューアルするんだとか。購入品です。これから最後は立ち寄らずには帰れないお手軽フードコート。え？試食あるよ。どう考えても違うでしょこれ。イケアをホットドッグ屋さんと勘違いする人も現れるほど、早い、安い、うまいを満たすパーフェクトフード。妹にもアイスをおねだりされて、50円だしまあいっかと思っていると、3倍の値段するシークレットソフトクリーム選んできた。何これ、シークレットソフト。最後にポがつくフルーツらしい。シークレットだから黒くなってるんかと思ったけど、ちゃんと黒なんだね。これしっかり黒。ペンパイナッポーアポペン。ペンパイナッポーアポペン。え、本当に？いや、でもなんだろうこれ、フルスポンジの味するんだけど。え、フルスポンジ。あ、違う。え、フルスポンジってフルーツオレの味だよこれ。え、フルーツオレ。フルーツオレって何？え、知らないの？オレ、オレ、こういうことある。何かな。ん、本当だ。何これ、なんだこれ、杏仁豆腐。ええ、じゃん。ホットドッグはね、欠かせないんですよ、イケアには。結局ポのつくフルーツって何だったの？わからない。もうパイナップルしか思いつかない。みんなはコストコとイケア、どっちのホットドッグが好き？どっちの方が安いんだっけ？同じぐらい。あれ？でもコストコが安いじゃない？コストコの方がサイズもでかいのか。確かにね。玉ねぎも入れられるよね。コストコのホットドッグさ、前食べた時に鳥の飯かけられた記憶しかないんですけど。そんなことあったの？あったじゃん、一緒に食べてかけられて。一緒にいたっけ？行ったよ。あ、それでイモが店員さんに、これ鳥の飯かかっちゃったんで交換できますか？ブルブルって知ったら変えてくれたんですよ。それって動画撮ったっけ？いや、交換するところは撮ってないけど。食べてるとことか撮ってた？撮ったよ。外で。ほんと？じゃあ後で見直してみますね。記憶喪失。はい。これから帰りまーす。帰宅。お留守番ね、エラーニエのおやつね。ただいまーと戦利品を掲げ、ルンルン村です。自分たちのお土産はどこだと期待されている気がするので、チュールを立て祭ります。なんか険しいね、みんな顔が。もうね、もうあなたたちの番は終わったの。ボンちゃん来るの遅いよ。後であげるからね。イケアから帰ってきてお土産をたくさん買ってきました。サーモンが美味しすぎてサーモン買ってきたのと、イケアだけにあったビール見つけたんですよ。気になって。アルコール 3.5 だから割とビアルだね。スタイリッシュなビールに乾杯。うう、しゃっくり出ちゃった。缶のジャケット通り、だいぶスタイリッシュな味してますね。ビール初心者向けっていうよりはビール好きな人向けかもしれない。イケアのあのローストビーフにかかってたガーリックソースがあったから買いました。私もこれでローストビーフは作ろうと持ってます。1ミリ単位で。謎のグミが出てた。もうグミ出てくるよ。ハートのグミ。この味食べたことある。なんか、小学生の頃、鉛筆キャップの中になんか浮いてる消しゴムみたいなのが入ってたものがあったんですね。
それも消しゴムの匂いと同じ味がする。あとね、いつかビール以外にも紅茶なんか入れて飲んでみたいなと思って、コップにこう刺すだけでそのままね、茶葉入れたら、ティーポットいらないよって感じの便利グッズ。このね、スポンジたわしみたいなのは、ここに洗剤を入れると、勝手にこう洗剤が出てくるみたいな。すごいよね。これ結構話題のグッズで、妹が来た時に使ってもらおうと思います。これも、ちょっとおすすめ商品みたいに載っていたので買ったんですけど、シリコン鍋。鍋の蓋とかフライパンの蓋が家の中で神隠しになってなくなってしまったから私自炊しないのかもしれないと思って蓋買いました。これで料理を作るはずです。最後にハンガーにこう吊るしておくだけでいい匂いになる芳香剤みたいなもの、こう外して服のタンスとかに入れていいよっていうので、私この匂い結構好きなんだけど、一緒に行った二人にはお仏壇の長谷川みたいな匂いするね、なんでそれ選ぶのって言われました。もう一個の方の匂いの方がね、みんなは好きだったみたいな感じで、イケアもコストコも行くとすぐいろいろ買ってしまうんですよ。これらのものをちゃんと生活で使えるように自立していきたいと思ってますわ。じゃあおしまい。本日もご視聴ありがとうございました。やっぱりイケアは何度行っても楽しいですね。今日は妹もギャルちゃんもいたので、ちょっと家具買っちゃおうかなって思ったんですけど、絶対いらないですよ、やめてくださいって怒られたのでグッと我慢しました。私よりも年下の彼女たちの方が大人です。またザリガニフェアやらないかな。あの時のザリガニめっちゃ美味しかったんですよね。ほんじゃバイバイ。